皆さんこんにちは、熊沢でございます。本日の動画はですね、えー、昨日、9月9日19時にですね、えー、ルミックスマガジンにおいて、えー、私、熊沢が執筆いたしました記事が、えー、公開されましたので、まあ、それのお知らせと、それからその書かせていただいた記事の、まあ、ちょっと裏話とか、えー、プラスアルファでお話ししたいこと、そして、 えちょっと補うような形の内容をちょっとまあお話ししていきたいなと思っております。はいでルミックスマガジンっていうのは、まあ、ルミックス公式のアカウントでっていうことで左にね書いてますけれどもこれノートで、えー、展開されている、まあ、記事ですね。はい えーっと、一応読みましょうか。ルミックス公式アカウント、ルミックスの思想、製品の開発秘話や社員の熱い思い、クリエイターによる製品インプレッションや使いこなし、関連イベントのレポートなど、これまで伝えきれなかったことを発信していきます。と、えー、いうふうになっております。という感じですね。で、最新記事が、えー、僕がね、書かせていただいた、えー、信頼のおける空間描写とは、 ライブハウスという過酷な映像現場でなぜルミックスのカメラが必要とされるのかというね、えー、記事でございます。はい。で、今、えっ、ー、と、この、好き。まあ、ツイッターとかで言ったらいいね。YouTube で言ったら高評価みたいな、好きっていうハートマークがあるんですけれども、えー、これ100目指してます。はい。昨日、公開されてもう12、12もね、ついてるので、すごくありがたいんですけれども、100目指してます。はい。実は、このルミックスマガジンの中で、今、今現状、 現時点でマジでマックスついてるのが一番最初に公開された塩見さんがアイキャッチの記事があるんですよ。それがさっき見たな202でした。で、それに次いでえっとね、66っていうのがマックスあるんですよ。なのでちょっとまず100を目指したい。せっかく書いたんであればめちゃくちゃ視力を尽くして 全身全霊で書いたので、せっかくだったらたくさんの方に読んでいただきたいですし、まあたくさんの方にこのルミックスのカメラ、ね、僕が信頼して、えー、仕事で使ってる、まあプライベートでももちろん使ってますけれども、特に仕事現場でもうめちゃくちゃ信頼して使ってるルミックスカメラですから、まあかけて当たり前なんですけど、僕にとってはね。 な、かけて当たり前なんですけれども、より魅力が伝わればいいなとか、えー、そういうところで、めちゃくちゃ、熱高く書いた記事なので、よければたくさんの方に見ていただきたいですし、まあ、この動画をね、えー、見た方にはぜひ、あのー、概要欄のリンクからこの、えー、記事に飛んでいただいて、いいねを押していただいて、いいねじゃないね、好きだね、好きを押していただいて、えー、目指せ100、いや、 ちょっと塩見さんがアイキャッチの記事超えたいですね。はい。ルミックスマガジンで最も好きがついている記事にしたいので皆さんご協力よろしくお願いします。はい。というわけでちょっと記事を見ていきましょうか。まあ、すでにね、12の好きをつけていただいているので、それは本当にすごくありがたいことでございます。はい。 え、改めてね、まあ、ライブハウス、うかけるルミックスというかね、えー、音楽かけるルミックスみたいなところで、まあ、書かせていただきましたよと、と、えー、いうことです。まあ、本文までちょっとご紹介には至らないんですけれども、なんでね、その、今回ね、まあ、一応お話しいただいてね、あのー、まあ、僕にとっては、お断りする理由がなかった。うん。本当に僕でいいのかなとか、なかったですね。 もちろんね、その音楽業界でいるミックスのカメラ使ってる人ってたくさんいると思うんですよ。たくさんいると思うので、俺にしか書けねえだろうとか、そういうのはないんですよ。ただ、俺なら書けるよ。みたいな。<laughs> ちょっとそういう、うんと、かりはありましたね。はい。うん。で、まあ一生懸命書かせていただきました。まあ当たり前ですけどね、一生懸命やるのは当たり前なんですけれども。で、補いたいのが写真です。これね、あのー、 窓口になってくれてる方にね、記事が公開された後に聞いたんですけど、やっぱね、ノートはね、あんまりその写真掲載が良くないっぽいですね。うん。パソコンで見ても、ちょっと荒いんですよね。ちょっと潰れちゃってるとことか荒れちゃってるとことかいっぱいあるので、うん。ちょっとそうだね。ちょっとよろしくないので、 だってこれ 5.9K の素材まんま書き出し、切り出してるんで、こんなわけないでしょっていうとこなんですよね。うん。<laughs> なんか色もちょっと微妙だし、なんかフェードかかっちゃってるし、これ。このこ,この辺潰れちゃってるしね。あ、元から潰れてたっけあこれなんかちょっと怪しいよね。変なモーションブラー出てるし。<laughs> っていうことで、ちょっと画像をね、見ながら、 えちょっとやっていこうかなと思いますけど。ま、ちょっとこの辺のね、アイキャッチは、これ僕です。はい。これ僕で、これ S1H ですね。はい。で、これが、すっごく、ま、仲のいい。自分がミュージシャンの時代の頃から仲のいいアーティストですね。はい。で、ま、僕が初めて手にした、多分買ってすぐ記念で撮ったのかな。ちょっとあんま覚えてないんですけどね。GH4 です。はい。長らく使いましたよ。 ね。まあ、彼がいなかったらルミックスに来ることもなかったですし、うーん、ルミックスの魅力を知ることもなかったので、まあ、すごく本当に、えー、僕にとっては入り口になった素晴らしいカメラですね。うん。今 <laughs>、これは、えー、GHX と S11 を並べた写真です。はい。さて、行きましょうか。このね、色調再現性っていうところで、 えー、あげてる写真なんですよ。これちょっと見てほしいんですよね。この辺かな。まあ、このブラーはね、どうしても出てるんですけど、まあ、こういう画像なんですよ。うん。美しいでしょね、美しいんですよ。で、次に、こうやって、ちょっと、次にね、これ。割とホワイトバランス、 の補正で、白が白く見えるよねっていうところにバランスして、えっと、出しても、出したものですね。で、それが、あれこっちか。こっちですね。割とまあ、歯とか、このタオルの白とかが、きちんと白く見える認識のもの。で、これが僕が大好きな4 4 0 0ビンで撮影したもの。 全体的にね、もちろんブルーにはよるんですよ。それは当たり前です。当たり前なんですけど、なんかどぎつく強烈なシアンが出てくるとかそういうのないじゃないですか。純粋に色温度がシフトしたよねっていうカラーバランスだと思うんですよ。で、僕はうーん特にライ、特にライブハウスにおいては、白が白く見えればいいよねっていうホワイトバランスのセットの仕方はしないです。うん。 まあ、これなんでかっていうと、こっちの方がライブハウスっぽいでしょっていうことなんですよ。ライブハウス特有の空気感ってあって、まあそれは特にね、えー、っと、前っ面。前明かりっていうのが、要はその演者の肌を照らす、演者を照らすための前明かりっていうのは、こういう色してるんですよ。ここのね。だから白熱灯とかハロゲンとか使ってるから、オレンジなんですよ、灯体が。 灯体がオレンジではないか。うん。まあ、オレンジなんですよね。で、それをこっちにしてしまうと、確かに白は白く見える。ね。歯とか綺麗じゃないですか。こっちはちょっと基板で見えるでしょだからこっちの方が綺麗っちゃ綺麗に見えるんですけど、なんかライブハウス感はないよねっていう風に僕は考えてるんですね。だから必ずしも白が白く見えていればいいよねっていうのは僕はカメラ扱う上で思っていて、割とその、 肉眼で見た時と同じように撮れてることの方が僕は重要だと思ってます。はい。で、その中で、えー、っと、ライブっていうのはすごいミックス光なんですね。うん。こういう風に、さっき言ったように前明かりとか、まあバックライトとかでもそうですけど、こういうオレンジの明かりがある中で、こういったカラー LED とかっていうのが、まあいろんなところに配置されてるわけです。まあ次の写真なんか言ってもそうなんですけど、 こっちシアンの照明ですね。ブルーの照明。で、こっちマゼンタの照明なんですよ。で、それに対して、ここ、ちょっと放射して見えてますけど、オレンジの照明なんですよ。これがミックスして、えっ、ー、と、ステージ上に降り注いでるので、もう超絶ミックス光なんですよ。だから、自分の目を信じる。っていうのが重要で、じゃあ自分の目を信じて、ホワイトバランスを合わしたときに、 こういうふうにね、ブルーの方にどん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 寄せていったとして、確かにね、えー、僕のイメージというかその僕の肉眼ではやっぱこっちなんですよ。こっちがちょっとシアン、アクアっぽい発色。で、こっちがマゼンタなんですけど、えー、もうちょっと落として、えー、白が白く見える。まあちょっとここのね、あの、シャツだったりとか、が白く見えるあたりにバランスした場合に、確かに白は白く見えてるよね、 ってなるんですけど、その時にね、全体的にブルーに寄ってくると。で、その時に、まあ、さっきアクア、ね、アクアだったものが、どうしてもブルーに寄ってしまう。さっきマゼンタだったものが、まあ、ちょっとパープル寄りにね、ブ,あのブルーとかが足されるから、パープル寄りにはなってくる。でもマゼンタとして認識ができる。飽和したりしない。これが、ま、ルミックスの一つ、まあ、すごいところかなと思ってますね。うん。 っていうことが書きたかったんです。ここでね。写真を添えて。で、この自然なコントラストっていうところで。よいしょ。はい。まあ、この写真であれば、表情見えると思うんですよ。完全にシルエットではないですよね。うん。で、ここの、えー、っとね、これ。このバックライトが強烈にバキーンって出てくると、こういう、 いいわゆるる目つぶしみたなな演出になるんですよね完全な逆光ですであのー、こうなってくると、まあ、現場でもほぼ人の顔って見えないですようん超高コントラストですよねコントラストがめちゃくちゃ高い明るいところはめちゃくちゃ明るくて暗いところはめちゃくめちゃめちゃ暗いっていうこういう状況ですうんなんですけどこういう状況でも、まあ、コントラスト自体がかなり、まあ、ナチュラルというか 自然なんですよね。うん。あんまりこう、どぎつく、う、出てこない。ので、まあ、これ、純粋に色域を709に戻しただけの、えー、っと、ものなので、特に炎色してないし、コントラストも無理に僕が後でつけるなんてことはしてなくて、えー、っと、5.9k の Vlog で撮ったものに、えー、色域を戻すための709ラットを当ててるだけっていう状況なんですけど、まあ、これ YouTube 上でも、 どれくらい見えるかっていうのは分からないんですけどここねこれ目目鼻口見えるんですよなんなら顎のラインまで見えてうんっていう表現ができるんですそういうコントラストを持ってるんですもちろんねこっちもう重きししらっちゃけてねもう飛んでるでしょでもじゃあ飛んじゃいけないのかとか潰れちゃいけないのかっていうそういう話ではないんですよ うん、別に飛ばしていいし潰していいんです演出意図によっては、まあ、最近よくそのダイナミックレンジダイナミックレンジって言って v ログ v ログ g ってかそのログガンマログガンマみたいな感じでねグレーディングするんで、えー、とあのダイナミックレンジ内に収めてみたいな感じでついつい言われがちなんですけど別に飛ぶこと自体が悪ではないし潰れること自体が悪ではないですねうんただうんその元からコントラストが高い絵を じゃあちょっと柔らかくしよっかなっつって、シャドウ持ち上げると盛大にノイズが現れるって、これよくあることなんですけど、ルミックスの場合って元からコントラストが割とこうフラット、ナチュラルな感じなので、と、後でコントラストをつけるっていうことが、ことはポストですればいい話で、 あとでコントラストをこう和らげて逆 S 字みたいなのを書くことでシャドウ持ち上げようぜハイライト抑えようぜっていうことをした時にシャドウから潜在的なノイズが現れるんではちょっと困っちゃうよね柔軟性が低いよねっていうところってあると思うんですよねうん、まあ、そういうことも含めて、まあ、こういう柔らかくて自然なコントラストっていうのは、まあ、ライブ会場でも非常にあの有用だなっていうことですねうん、えー、滑らかな会場表現っていうことで 描かせててもらってますけど、ねまあこれですよこのまあ僕がここで書きたかったことっていうのはまあここもねこれさっきのバックライト目つぶしで使われてたバックライト盛大に飛んでるんですけどまあ飛ばすとこは飛ばしてます僕全然うんでもこの放射してる光とかねこの飽はギリギリのところで結構粘って。 このマックス輝度のところまでね会長が残ってるんですよこのスモークの具合とか見えるんですよねうんそうでこの後ろなんかもそうなんですけどここバックライトがバーっとさしてるんですけどねこれもいいんですようんここの会長表現っていうのもまんとお見事でまあ結構こうスパーンと飛んじゃうカメラとかあるんですよね ああ、もう、もう飛んじゃうんだ、みたいな。うん。でも、ルミックスの場合って、要はその、限界値は持ってるから、ログガンマを使っていてもね、限界値はあるので、ご覧いただいた通り、まあ、ここ飛ぶよね。で、まあ、ここなんか多分潰れてるんですよ。あの、これは前ボケなんで、ボケてるから、階調が少なく見えますけど、 多分ピント合わせても多分この辺は潰れちゃう。なぜならばこっちから照明がないから。なんですけど、ギリギリのところ、要はハイライトに関しても、飛ぶ寸前の限界値ギリギリのに向けて、カーブが、こう粘るというか、寝てるんですよ。多分。だ限界ギリギリのところで、まだ会長が残ってるっていう。まあこれがちょっとこう、フィルムっぽいですよね。うん。まあそもそもロ、ログガンマって、 ログガンマねログのガンマカーブっていうのは、まあ、フィルムを、あのー、スキャンするために作られたシネオンログカーブを元に作られているものなのでまあまあそのフィルムの情報を余すことなくっていうところから始まってるものなのでんまああって当たり前のその粘りというかねなんですけどもうほんとすごいなと思います。 はい。これはシャドウ側にも言えることですね。シャドウ側も結構ギリギリのとこで、粘るんですよね。うん。それがすごい。これがルミックスの持ってる快調です。はい。で、えー、っと、まあ、この辺かな。はい。これこれ。これもね、ちょっと見せづらいんで、こっちで見せたいんですけど、はい。 はい。えっ、ー、と、僕がここで言いたかったのは、このドラムキットね。え、パールのドラムキットが置いてます。ワンタムワンフロアのね。うん。で、このドラムの、まあ、ここね。タムの質感とか、なんですよ。もちろんね、これも結構、<laughs> 失礼。安定してるので、完全安定ではないですけど、もうこの辺の会長なんかないですよね。うん。潰れてるわけじゃないですか。もう情報が残ってない状態。 なんですよ。だけど、まあ、ここをなんか見てみてもらうとわかると思うんですけど、か綺麗っすよね。うん。すごく綺麗。質感が残ってる。この、リムのね、質感、キラッとした質感とか、このパールコーティングのキラッとした質感っていうのが、ちゃんと残ってる。うん。で、これは一人にね、極端に、あの、ノイズリダクションかけてないからだと思うんですよ。 Vlog って、ログガンマ、フォトスタイルで Vlog を選択すると、いじれるパラメータが2つで、これ、シャープネスとノイズリダクションなんですよ。両方0の設定なんですよね。で、シャープネスとノイズリダクションっていうのは、0からスタートして7くらいまで触れるのかな確か。<laughs> 7まで上げることができる。強度を上げていくことができるんですけど、スタンダードが0なんですよ。デフォルトが0なんです。で、これ、どのフォトスタイル使ってても思うんですけど、 全部ね、ノイズリダクションを極端にかけてないんですよ。うん。だから、その、シャドウとかが潰れないんだと思います。その、ダイナミックレンジとは別のところで、シャドウとかが変に潰れないから、あのー、こういう質感が保たれてるんだと、僕は感じてます。で、会長がしっかり残る。で、シャドウの会長ってすごい重要なんでね。うん。人間の目って、実は、暗い方が敏感なんですよ。 明るい方には鈍感なんです。でも、一つの画面の中で、じゃどこ、どっち、明るいところと暗いところ、どこに目が行くって言ったら明るい方に目が行くんですけどね。これ難しいでしょ。はい。それが痛かった。ね。うん。で、この空気描写っていうところで、これもね、ちょっと潰れちゃってるんで、お見せしたいんですけど、よいしょ。はい。これはね、えー、っと、ライブ終演後の、 最後ね、集合写真を撮るときの、えー、ものを、まあ、僕がムービーでステージ上から押さえてる写真なんです。あ、写真っていうか、映像からの切り出しです、これは。これも 5.9K の、えー、と、内部収録 Vlog ですね。はい。これに、敷居橋709に戻すためのラットを当ててるというだけのものなんですけど、確か17ミリくらいで撮ってたと思いますね。うん。で、まあ、絞ったりはしてなかったと思いますけど、 ま、F4 投資の広角ズームかなんかで16か17ぐらい撮ってると思うんですけど、どうすかここで言いたかったのは、ま、あこの近景の描写、ま、ピントはだいたいざっくりこの辺に合わせてるわけですよ。ざっくりね。うん。ざっくりこの辺に合わせていて、で、ま、うーんと、広角、超広角域なんで、割と被写界は深いんですよね。同じ F4 だとしても。他の焦点距離に比べて割と深めなんですけど、だからこの辺って、 ボケてるどう許容桜乱じゃないですかこれって、この辺って。ピントは合ってるように見えますよね。うん。いわゆるその、被写界の外にあっても、ピントが合ってるように見える範囲っていうのは実はもうちょっと広くて、まあそれを許容桜乱って言ったりするんですけど、まあ、おおむね全域にピント合ってるくないっていう感じで撮ってるんですよ、要は。で、その時に、じゃあピントが合ってるんだとして、 これは完全なディープフォーカスではないですけど、この、じゃあこいつ、こいつ洗うって言うんですけど、俺のね、まあ、親友みたいなやつですね。うん、で、この洗うとかのピントが合ってる感じと、この円形でね、まあちょっとピントは、ぶっちゃけ芯は食ってないですよ。芯は食ってないんですけど、明らかに描かれ方が違うんですよ。うん。これ仮にこっちにピントがあったとしても、 描かれ方は違うんです、実は。うん。で、これがルミックスが持ってる、まあ、空間描写。空気描写。ですね。あの、遠くに行けば行くほど、同じこの、この辺のシャドウに関しても、こっちは霞んでいく。まあ、こっち光源が近くにあるっていう、そういう側面もあったりはしますけどね。うん。遠くの方がより霞んでいくし、手前の方がしっかり描かれるっていう、まあ、絵とか、 あの、セルアニメとか、書かれてる方だと、あのー、そういうとこ結構厳しい方いらっしゃると思うんですけど、そういうね、その空気感の違いっていうのを、近いとこと遠いとこ、近景と円景での描き分けっていうのをかなりしっかりされてるのが、まあ、僕にとってはすごい魅力的だなと思うんですね。うん。あ、これ、これを見せたいんです、俺は。これも見せたい。はい。はい、これです。 これは GH6 で撮った 5.7K の、えー、Vlog 素材ですね。はい。これも709モードのラットを当ててるんですけど、ルミックスのその空気描写っていうところで、まあ質感みたいなところなんですけど、まあ立体感とか分離感とか、まあ流浄感っていうところがね、えー、僕はすごい肝になってんじゃないかなと思ってるんです。その空気描写を、こう、語る上で。 で、この、紙手ね。紙手の下から照射されている、このミラーボールに向けて照射されている、この、レーザーライトが2つあるわけなんですけど、こういうレーザーライト、ね、えー、バーンと当たるわけじゃないですか。で、こう、綺麗にね、スモークが焚かれると、こう、ファッと、筋が綺麗に出るわけなんですけど、これね、スモーク焚かないと筋出ないですから、ほとんど。うん。で、じゃあこれ、どっちが前にある っていうとこなんですよ。正解は下の方が前にあるんです。まあ、た見たらわかります。はい。見たらわかると思います。うん。こっちの方がね、若干濃ゆくて、こっちの方が若干薄いでしょで、なんか明らかにこのクロスしてるところで、どっちが前かなんとなくわかりませんわかります言いたいこと。 なんかどっちが前にあるかなんとなくわかるでしょこれ、ちゃんとレイヤリングされてるんですよ。ちゃんとこっちが手前のレイヤー、こっちが奥のレイヤーっていうのを、まあ認識してやってるっていうよりか、よりも、きちんとその空気階層があるっていうのかなっていう感じがすごい出てくるんですよね。 で、それが僕はすごいなってやっぱ思う。ので、これをお見せしたかった。うん。で、えー、次これか。うん。はい。あ、これちょっと顔はもう飛んでるね。うん。あー、これそう。流情感をお見せしたかったんだね。うん。要は、僕はノイズがなけりゃいいと思ってなくて、ノイズがあることと、な、これ、俺、目悪い。カラーノイズ出てんのこれ。 違うかえー、っと、ノイズがあることと、リダクションで潰した結果、ブロックノイズ見たくなるのどっちがいいですかってなったときに、じゃあ、だったらノイズある方がいいでしょってなるんですよ。で、そのノイズが美しければ良くないって思うんですよ。で、まあ、俗にさ、そのフィルムグレインって、皆さん作品の中に取り入れます僕入れるんですね。で、なんで加えるかっていうと、ディノイズ。 ディノイズじゃねえわ。ディザリング。<laughs> ディノイズじゃノイズ消しちゃってますからね。ごめんなさいね。ディザリングっていう考え方なんですよ。まあ、僕が一、僕の中で一番最も身近なディザリングっていうのは、えー、っと、リミッターなんです。音楽のリミッターとか、えー、っと、書き出しの時によく使うんですけど、要は、えー、っと、ノイズを足してあげることで保管して、 ノイズを消すっていう、まあ手法なんです、それに関しては。うん。で、えっ、ー、と、要はその、例えばね、えっ、ー、と、24ビットで撮ったデータを、最終的に CD に入れたいから、16ビットに、落としますっていう時にもともとあった階調を間引くわけですよ。 24ビットだと144デシベルの会長があってそれを16ビットの96デシベルしかない会長にまびいて落とさなきゃいけないですよね。うん。その時にどうしてもなんか保管ノイズみたいなのが出てきてしまうんですよね。まびくから。そこにノイズをあらかじめ足してあげることで会長をよりこう滑らかに聞かしてあげようっていうのが ディザリングなんですけど、これ映像にもあると思ってるんですよ。同じデジタルだから。要は、10ビットであれば、1024の会長があって、8ビットであれば、256の会長があるわけなんですけど、まあ、じゃあ、8ビットよりも10ビットの方が会長表現優れてるよねってなったとしてもね、所詮1024の会長でしかないわけですよ。うん。すごくリニアなものですよね。直線的で。でそれをおー、ログガンマを当てて、 ログガンマカーブを当てて、かなりその、こうフィルムライクというか、あの、各、階調会長に対して、こう、滑らかな会長表現とか、特に明るい方向に、こう、幅があるというかね。そういう特性のカーブを当ててあげることによって、より広いダイナミックレンジを得ましょうっていうのが、あの、グガンマですけれども、とはいえ、やっぱデジタルなんで、うん、ちょっとやっぱ、 実際に見ている肉眼で見ているものに比べればやっぱりこうデジタル臭いんですよ。うん。てかデジタルなんですね。うん。だから本来空気中に存在しているその光とかあー水分とかそういったものってまあ連続的にバーっとあるわけなんですけれどもデジタルで捉えるとまあどうしてもえー、っと断続的なデータというか。 まそういううい形になってしまうんですよねでそれをこうノイズを入れてあげることによって滑らかに見せてあげるっていうのが、まあ、ディノイズなんですけどだから映像にも僕はそれ必要だと思っていてででですよでそのルミックスのカメラ特にえっ、ー、と僕が頻繁に使ってる S1H それから GH6 っていうのはグレインが美しいですノイズが美しいノイズがないわけではない でリダクションかけてないからツルッとしてないんですよちょっとザラッとしてる感じがあるんですねうんそれが逆にこういう光がバッとたかれた時にこのスモークとかのあの湿り気とか空気感みたいなのとか、まあ、立体感みたいなものを一緒にご助長してくれていてこの一つ一つのこのスモークと明かりのこの うごめきをよりこう会長めらかに表現してくれてると、えー、僕は信じてるんですよね。うん、これがここでは言いたかったですね。えー、ここでもちょっと喋っていきましょうか。はい。この写真も見てほしいですけど。はい。これエッグマンっていう会場だったんですけど、この粒感、人によってはなんかノイズ出てねって気にされる方もまあもしかしたらいるかもしれないですけどね。 でも僕はこのノイズが嫌いじゃないですね。うん。綺麗ですからね、すごく。はい。すごく綺麗。はい、美しいですね。という感じでございます。はい。まあ、そんな記事を書かせていただきました。まあ、ぜひね、ゆっくり、えー、時間があるときに電車の中でも、あのー、なんか空いた時間でも、 まあご覧いただけたらすごく嬉しいなと思っておりますけれども、やっぱりそのルミックスのカメラって、まあ僕よく言うのが、あの信頼してますっていうね。うん、仕事する上でものすごく信頼してますよっていうことをよく言ってるんですが、まあ信頼してる一個の理由は、ライブ撮影における優位性っていうことで、あの、音楽ライブ収録現場でのマルチカムにルミックスがマジ最適だぜっていう動画の中でも、 喋ってるんですけど、まあ、止まんないとかね、無制限記録、電源、周り、放熱性能みたいなところで、長時間記録が余裕だよねっていうところとか、僕最初、ルミックスはそっから入ってるんで、最初はね、まあ、えー、っと、時間縛りがないことと、まあ、熱で止まらないっていうところが、僕にとってはすごい、 アドバンテージだったので GH4 を触り始めて、えな、ー、長,長らく使ってたわけなんですけど、それ以外のところで、まあ、描写、写り、えー、色、会長みたいなところで、まあ今回はお話をさせてもらったというわけですね。はい。まあ、じっくり読んでもらえると、かなり気合い入れて書いたっていうことが随所に見えるんじゃないかなと、えー、思ってます。まぁ、あ、一番最後にね、えー、僕にとってライブとはっていうところで、 あの、書かせていただいているので、まあ、もともとミュージシャンであって、うん、このライブステージっていうものに対するこだわりはかなり強く持っていたミュージシャンでしたし、今、カメラマンとなっても、なお、やっぱり、えー、音楽ミュージシャンにとって、もちろんね、SNS で、えー、自身を発信したりとか、うん、あるいは、 えっと、YouTube とかね、動画プラットフォームで自分をこう、宣伝拡散するための、うん、パフォーマンスをしてっていうことだったりとかね、生配信とかも含めて、えー、そういった形で足、えー、したように、えー、多様化してきてますけれども、まあ、やっぱ一つ、ライブハウスっていう場所を僕すごい好きですし、えー、そこでパフォーマンスするアーティストたちの姿もすごい好きなので、最後はちょっとそういう自分の気持ちを少し書かせていただきました。はい。 で、やっぱりね、えー、これ、ライブ写真を撮るときに、ライブ写真のアーダコーダーっていうことで何本か動画出してますけど、結局、照明も、アーティストの演出、意図が、めちゃくちゃ反映されてるので、あんまりその、変に色転ばせすぎたり、グレーディングで。っていうの、僕はあんま好まないんですよね。うん。明確なルックの方向性があれば、それがアーティストと共有されてるんであれば、まあ別にそんな、あの、 僕がやんやん言うことではないんですけど、まあやっぱりちょっと、うん、そこも演出なんだよねっていうところが僕はすごく重要なんですね。だから、そのカメラマン側が自分の好みでなんかティールオレンジにしちゃうとか、それ写真も、えー、と映像も一緒で、うん。こっちの糸で勝手にティールオレンジにしちゃうとかね。なんかそういうのはちょっと違うと思ってて、まあ最終的にそうするんだとしてもね、 あの、きちんと色がキャプチャーされているか否か、えー、会長がきちんとキャプチャーされているか否かっていうのは僕はすごく重要だと思っていて、まあ、その中でやっぱルミックスすごいよねっていうのが、まあ、僕の現場で使っている体感を全てこの記事に落とし込んだというふうに思ってもらえればいいんじゃないかなと思っております。はい。で、まあ、僕のチャンネルね、ルミックス関連の 話題を出すと結構たたくさんのの方に見ていただけるので、まあ、この動画ももしかするといろんな方に,に届くんじゃないかなと、えー、思ってるんですけれども、えー、できればねこのルミックスマガジンの中で、えー、最も好きこのハートマークがね最もついている記事でありたいと、えー、すごく思ってますので、まあ、一生懸命書いたんで本当にそこは最初にも話しましたけれども そう思ってますので、えー、ぜひね、この動画をご覧にな,なった方ね、えー、この動画に対する高評価、すごく嬉しいのでしていただけると。えー、なんですけれども、それと一緒にね、えー、ちょっとリンク飛んでいただくことになりますけれども、このノートの記事ね、に対してもちょっときをつけていただいて、どうか、えー、しお塩見さんがアイキャッチになっているね、えー、一番最初に、このルミックスマガジンが発足して、一番最初に公開された記事の202を超えたい。 超えたいです。はい。ぜひご協力いただけると嬉しいなと、えー、思っております。はい。まあ今日はね、ちょっと雑談だったんで、まあ参考になることはなかったかと思うんですけれども、まあね、あの、このルミックスマガジンっていうのは、まあ、えー、っと、開発者の方であったりとか、まあその、えー、っと、社員の皆さんのね、思いとか、熱い思いみたいなのとか、それから、まあさっき、 あの、見ていただければわかるんですけど、実は僕、ルミックスマガジン登場初ではないですね。あのー、まあ、自分が書いた記事ではありませんけれども、イベントレポート的なものもかなりえありまして、その中で VGT2022 のーレ,ポレポートもあるんですけど、そこに結構僕出してもらってるんですよ。うん。みたいなイベントレポートがあって、で、クリエイターが書いてる記事もあるんです。まあ、スミズンさんとか書かれてますけどね。はい。 なので、えー、いろんな記事が包括的にありまして、このルミックスマガジンとしてのこう連載じゃないですけれども、としていろんな記事があります。えー、と毎回毎回ね、かなり読み応えのある記事になってます。綺麗にまとめられているので。で、ぶっちゃけその、僕がこんな綺麗にまとめられるわけないんですよ。<laughs> えっと、えっ、ー、とね、変に文章変えられたとか一切ないです。うん。ほんと真摯にやっていただけてるなっていうところがあって。ただ、えっ、ー、と、 こういうとこね、こういうとこはね、すごく綺麗にまとめてもらってですね、僕なんかがね、書いた時よりも、さらに見やすくしてもらってるんですよ。なので、内容は一切、えー、と手加えられてないです。これ言っちゃダメとか、あれ言っちゃダメとか、全然言われてないですし、えー、と修正が入った記憶もないです。はい。なんですけど、さらに、えーとこう、情報修正じゃないですけれども、より良い形に構成していただいて、 あの、皆さんにとってもかなり見やすいものになってるんじゃないかなと、えー、思っています。なこういうところがね、あの、一枚、あ噛んでらっしゃるね、あのー、ところがね、すごいですよ。うん。さすがです。なんか、まっすぐだよね。うん。はい。ということで、ぜひ、この信頼のおける空間描写とは、ライブハウスという過酷な映像現場で、なぜルミックスのカメラが必要とされるのかというね、熊沢の記事、えー、ぜひ、読んでみてください。 はい。ということで、またお会いしましょう。熊沢でした。